日立大田市内福島、宮城県境国道349号は、茨城県水戸市から宮城県柴田郡柴田町に至る一般国道である。阿武熊高地の西側を山沿いに南北に縦走する。茨城県内は整備が進んでおり、走りやすく、水戸日立大田区間は国道6号のバイパス的に機能している。福島県内には境外区間がかなり残存し、 宮城県内では、阿武熊川と並走する。茨城県水戸市を起点と、これら地域の産業振興や交流、連携を支えるだけでなく、災害時の緊急輸送道路としての機能を有する、重要な路線として位置づけられている。一般国道の路線を指定する政令も、参照2002年に、水戸市街地に売行トンネルが開通すると、もともと同市街地の国道を5 5号交点だった。 起点の位置が、バイコトンネルの南側に移り、シームレスにつながる指導との接続点が起点となった。2011年3月に発生した、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故は、福島県浜通りを従貫する国道6号が通行止めになり、同様に、阿武熊高地を従貫する国道399号は、ほとんどが改良されていない俗に言う、 国道であるため、国道349号が国道6号を利用していた多くの通過車両の代替ルートとなった。翌2012年の調査によると、国道6号を利用していた通過車両の約7割が国道349号を代替利用していたとされ、震災以前と比べて、それまでの交通量が一挙に3倍以上にまで膨れ上がったと言われている。 2014年9月に国道6号の通行規制解除が3年半ぶりに出されると国道349号は道路改良がほとんど行われることもないまま交通量は減少し元のように乾燥とした交通状況へと戻っている。水戸市を流れる中川に架かるモズ橋から中市、日立大田市外部まで4車線の道路が続き 並行する国道6号のバイパス的な機能を持つ。日立大田市街地以北は、幅の広い直線的な2車線道路になり、茨城、福島県境の明神峠まで回走路が続く。茨城県日立大田市内の国道349号急道の、久慈川に架か,かる雪久橋は、老朽化と2011年3月11日の、東日本大震災影響による、橋脚ひび割れなどにより、 2013年10月17日より通行止めになり通行の安全確保が不能とされたことから使用中止となった。また、茨城県中市北部から日立大田市を通る中バイパスと大田南バイパスでは一部暫定に車線での共用となっており、この区間の交通渋滞緩和を目的に現在4、車線化整備が進められている。 福島県の阿武熊高地を縦断する区間のほとんどは狭くセンターラインがない道路が続きところどころで改良済みの2車線道路の区間が一部で見られる程度で1975年の国道指定以来道路改良はあまり進んでいないと見られている福島県の沿線は過疎地域を通過することから実態として道路整備が後回しにされ続けている一例として サメ川バイパスでは、たった約3キロメートルの道路整備のために、実に27年もの月日を費やして開通している。国道349号中バイパス、茨城県中市中台中バイパス、中市旧市街地を迂回する2から4車線、延長11.277キロメートルのバイパス道路。バイパス沿道には、ロードサイド店が多数出店し、中市の中心市街地を形成する。 1990年4月に全線開通し、旧道の主要区間は1991年に中市に移管され、2014年現在の旧道の国道指定区間は中市菅谷及びぬかた南郷ぬかた北郷の一部区間を残すのみとなった。大田南バイパス大抜かりバイパス大抜かり地区の集落内の境外区間の解消のために東側に建設され、 2002年3月29日に開通した。下関バイパス、山鶴町下関地区は沿線に家屋が連なる、集落を形成しており、大型車のすれ違いが不可能な境愛区間であった。山鶴町をはじめとした、県南地区は、首都圏に近いことから、工場誘致が盛んに行われたため、日立中港とを結ぶ物流ルートになり、大型車の交通量が増加し自動車、 歩行者ともに交通の安全性が保てなくなっていた。このことから集落を迂回するバイパスが事業化され、2016年3月に、まず集落中心部を迂回する第1航区が開通し、現在北側で集落を迂回し、山釣工業団地に至る第2航区と南側の原動拡幅事業である第3航区の工事が行われ、平成30年代前半の開通を予定している。 小田川港区山釣り町大阪地内の小田川に沿う、京愛、旧カーブ区間の解消のために2009年度に小田川第二港区として事業着手された。原道の南側に建設されており、2カ所の橋梁が整備される。終点側はかねてから小田川まで建設されていた、バイパス路線である小田川第一港区に接続しており、2019年度の開通を目標にしている。 道路施設サメ川バイパス土鍋航空国道49号と福島県道14号岩木石川線を連絡する東国道の中で最も福音の狭い区間を改良し国道6号などの沿岸部の幹線道路が通行できなくなった際の大帯路を確保するために2011年4月より事業化された起点キロ 0.7km の第一航空と 自動鍋地内の原動区間を挟み終点側 0.5km の第2航区の延べ 1.2km からなり2016年3月28日に第2航区2016年11月29日に第1航区と第2航区の原動拡幅区間 0.1km が共用され全線が開通した。休道は2018年9月14日に 国道指定を外され、丁度へ移管された。奈良坂高空道路の福音が狭く、急勾配や急カーブが連続し、通の難所となっている町村境の峠部分を改良し、福音橋と、線形不良並びに冬期間に道が凍結する、影区間を解消し、浜通り地区の幹線道路が、災害などで通行不能となった、際の代替路確保のために2011年度に、 事業化され、2016年度に工事着手された。小野バイパス道路施設船引バイパス JR 万越東線船引駅前の船引市街地での混雑解消のため市街地の東側に建設され、2001年10月16日に開通した。バイパスの建設によって、現道の国道288号とのクランク上の重複区間も解消された。 この道路の開通により、沿線には新たにスーパーマーケットなどの大規模店が多く出店した。旧道は、県道、市道に降格された。遠区間の開通によって、中心市街地の交通の改善が図られたことから、2001年12月4日開通、道路施設張道バイパス、日本松市張道での混雑解消のために、市街地東側に建設され、 1993年10月7日に開通した。岩城拡福に本松市と川又町を隔てる口大山6にある峠部分の急カーブ、急勾配の続く境愛区間の解消のために建設され、全長1 8トルの新密区間が2002年11月21日に開通した。道路施設境目バイパス全長1 8トル 2003年11月30日開通。月立バイパス、川又町から、伊達市月立町にかけての広瀬川に総区間では、大型車の離合ができない区間があり、また防災点検用対策箇所に2箇所が指定されていた。この区間の改良のため1987年度事業化され1990年度に工事着手された。1993年度に、 起点側0 6トル1997年度に、そこから0 9トルが2003年に、終点側0 6トルが順次、強用されていき、名因トンネルを含む1 3トルが2006年3月に、開通し、全線開通した。道路施設三ヨ田バイパス、掛田バイパス、伊達市両前地域の中心部の福音協商区間、 細かなうさ節を解消するため建設された。これにより、国道115号との重複も解消された。両川バイパス橋梁、編集モズ橋行久大橋久治川を渡過する、茨城県が管理する、道路橋としては2番目に長い橋町線166メートル、9景間 PC 作り下駄プラス6軽間高下駄プラス9景間 PC 作り下駄の構造で構成される、橋梁で、 1998年3月に暫定2車線にて強用された。2015年9月より、下流側に並行する2車線の橋梁を建設する工事に着手しており、完成すれば4車線化になる計画となっている。玉洲だれ大橋、新滝川橋、山釣り町を抜かりに位置する。橋上は上下対向2車線で強用され、下り線側に、福音2.5メートルの歩道が設置されている。 第、バイパスの整備に伴いかけられた。総工費は7600万円。岡野田橋山釣町宝坂で普通河川手元、沢川にかかる。小田川第二航区の関連橋梁として建設された。総工費は1億1200万円。湯野田橋不動橋古戸の町山城で二級水系サメ川水系太平川を渡る。国道特殊改良一種事業により建設された。 総工費は4500万円。関根橋古戸の町山条で二級水系サメ川水系太平川を渡る。関根集落南部の福音教唱と悪戦系の解消のため掛け替えられた。総工費は2億1200万円。大竹東大京古戸の町山条に位置し二級水系サメ川水系太平川を渡る。国道改築事業三条工区の整備に伴い建設された。 横断勾配のきつさから、滑水器にオールステージング工法により滑設された。土鍋橋古ドの超三上アザ土鍋に位置し、二級水系サメ川水系太平川を渡る。境愛悪戦形の解消のため1985年度より弱手された国道特殊改良一種事業であるバイパス工事に伴い、1988年度に着工された。 総工費は1億8900万円。黒森橋、小野町小野新町で二級水系夏、以下川水系牛夏井川支流の黒森川を渡る。国道改良事業である小野バイパスの建設に伴い、国道橋梁整備事業として1986年度に着工された。総工費は1億800万円をざあ今日、田村市船引き町船引きで一級水系阿武熊川、 水系牧野川を渡る。国道改良事業船引き航区の整備に伴い、牧野川改修計画による稼働付け替えに先立ち建設された。総工費は1億2000万円。今泉湖泉橋、田村市船引き町今泉に位置し、JR 万越東線とそれに並行する福島県道19号船引き大越を乗を渡る。船引きバイパス建設に伴う、 国道橋梁整備事業として1989年度に着工された。線路上の位置計観は JR の残りの位置計観は福島県による施行である。総工費は1億7600万円。大久保橋に本松市東に井戸のあざおに河原に位置し、一級水系阿武熊川、水系口太川支流大田川を渡る。橋上は上下対向に車線で供養され、 下り線側に、福音2.7メートルの歩道が設置されている。近隣に合戦場のしだれ桜など桜で、名高い地域であるため、欄干には桜をかたどったプレートが設置されている。総工費は1億1500万円。新下田橋二本松市大田タ下田で、一級水系阿武熊川、水系口太川支流の足立大田川を渡る。 下田地区を迂回するバイパス整備に伴い旧道の下流側に建設された。橋上は上下対向2車線と南詰めで接続する福島県道303号、石沢小木田線へ向かう右折レーンの計3車線で共用されており、上下線、橋のすぐ東側が大田座下田と戸沢座下田の大あ境となっている。走行費は2億2千万円。 万丈橋日本松市大田座、足関に位置し、一級水系阿武熊川、水系口太川支流張道川を渡る。橋上は上下対向に車線で強用され、上下線両側に、福音3.5メートルの歩道が設置されている。道路拡幅に伴い建設された。走行費は2億9300万円。東京寮の東側が大田とと沢の大あざざ海になっている。 北側には、福島交通満場バス停が設置されている。新町橋川又町市街地南部の新町に位置し、一級水系阿武熊川、水系広瀬川支流の高根川を渡る。急橋梁周辺の線形改良のために1992年より、国道第一市改良工事として高根川河川、改修計画に合わせて、従来よりも上流側に建設された。 総工費は1億3400万円。最高時期を川又町飯坂に位置し、一級水系阿武熊川、水系300川を渡る。福島県道12号原町川又線との交差点に接しており、橋上は上下対向車線と右折車線の計3車線で共用されている。三与田橋第二三与田橋柳川大橋トンネル、編集中里トンネル付近茨城県福島県。 小野町吉野辺あざ坂本から田村市大越町ぐりで地場場平に至る。風越峠の共和区間の解消のため、国道改良事業として1980年度より建設された。1980年11月25日に非公式が行われ、1982年9月10日に貫通、1983年10月26日に開通した。 総工費は7億2700万円。後に並行して、東隣に、万越自動車道新風越トンネルが建設された。日本松市張道あざ笹野田から、伊達郡川又町大港北あざ坂行きに至る。国道改築事業として1999年より建設された。1999年12月20日に起工式が行われ、2001年9月7日に、 貫通、2002年11月21日に供用が開始された。総工費は24億円。伊達郡川又町飯坂から小島に至る。国道改築事業として2004年度より建設された。2004年12月21日に起工式が行われ、2005年7月26日に貫通、2006年3月24日に供用が開始された。 走行費は9億8800万円。宮城県道の駅、編集茨城県区間が、9時3地の谷間、福島県区間が、阿武熊高地を道路が重走しており、小野インターチェンジとの接続地点国道115号との交点から、起点方向を望む福島県と宮城県の県、境付近は、美しい景観を楽しめる阿武熊峡谷がある。国道の対岸には、 阿武熊川の川下り遊覧船の乗り場もある。ありがとうございます。